ごきげんよう。今日は1月12日、成人の日です。今日は午前中、昼ちょっと前になりますけども、灰塚湖畔の森のコテージが、あるんですが、そのコテージからずっとそれ並んで横行きますと、約600メートルぐらい行きますと、ダムのちょうど上に出まして、そこに展望台がありまして、そこから見るとダムが見えるとこがあるんですが、そこへどういうふうにその道を草を刈っていくか、その周りの木をいかに切っていくかというんで、仲間と一緒に2人で歩いてきました。なかなか道をずっと歩いていくんですけども、灰塚湖、湖がなかなか見えない、木がずっと生えてますので、そこをいかに切るか、そしてその展望台のところが少しこうスペースがあるんですが、そこで何かイベントができないか、いい景色がありますし、いい、空間がありますので、そこをなんとか灰塚湖の周りのと一緒にですね、活性化のいい拠点になるんではないかと思って今日見ていきました。なかなか面白くなりそうな今気がしております。また草を刈ったりすれば、動画かなんかで紹介できればなと思っています。そして今日はこの間新聞の広告を8枚選んで紹介したんですが、これを一つ私見落としておりまして、これかなり好きだったんで一つ紹介していきたいと思います。集英社の広告なんですけども、ここにコピーがあるんですが、ここはなかなかいいんですが、こう書いてあります。一人前の服を着て、一人前の顔をして、大人のふりをしてみても、本を読まない人は一人前とは言えないと言うんですね。そうですね、やはりいろんな知識人とか、この人はオーラがあるなといろんなことを思う人は、やはり本を読んだ量が やはりかなりすごいなと思ってます。本の読んだ量とその人の魅力は比例していくのかなと思っております。今年もそうですね、できれば本をどんどん読んでいきたいなという希望を持っております。そして、これで紹介したんですけども、日野沖夫さんが書かれた「いい覚悟で生きる」という「がん哲学外来から広がる言葉の処方箋」というので今本読んでいます。これがふるさと創生といいますか、町づくりの処方箋と共通しているところがあるのではないかと思って今本を読んでおります。このパッと上げたところに面白いことが、面白いと言いますかね、ドキッとすることが書いてありました。人は最後に死ぬという大切な仕事が残っています。はあ、そういうことなのかと思いました。人は最後に死ぬという大切な仕事が残っています。私も人生半分を通り越して死の方へ近づいていっているわけですが、それは大きな一つの仕事なんだなということを感じながら、またこの本を読んで、感じたことをまた紹介したいなと思っています。そして、今回は、本を読むのも、もちろん大切なんですが、本を書ければもっと面白いし、ワクワクドキドキすることがあるんですが、これ私本を書きましたのは、これが県北レクリエーション協会の40周年の記念事業に書かせてもらったんですが、この間紹介したメダカの開きがしを吹いてピッとありますが、そんなことも載せています。そしていろんな私がレクリエーション協会の中で、感動したこと、街づくりで感動したことをここに書いてますので、ちょっと忘れてることがたくさんあるんですが、これをまた開いてみると、これこういうことがあったな、これそうだなというのがいろいろありますので、その中から
少しずつまた紹介していきたいなと思っております。まあ、今年はいろいろありますけども、これをもう一度振り返ってですね、一人前の服を着て一人前の顔をして大人のふりをしてみても、本を読まない人は一人前とは言えない。これを心に刻みながら、本を少し、読んでいこうかなと思っております。またなんかいい本といいますか、私が感じたことがあればそれを紹介していきたいなと思っております。ごきげんよう。さよなら。